海洋島駅は山梨県南駒郡美信町大島にある東海旅客鉄道美信線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。側線が二本ある。一つは、校内の美信方で本線から西側に分岐し、内線方面に進んで駅舎の脇に至る。もう一つはその側線の途中で美信方面の西側に分岐し、 駅構内の部方の西外れにある車庫に至る。線路はほぼ南北に走り駅舎はその西側にある。乗り場は駅舎側から1番線、2番線で、それぞれ甲府方面、富士方面の列車が発着する。ホームの内船方の橋は緩やかな坂となっていて、これを下ったところから1番線の線路を越えて駅舎へ、構内踏切が伸びている。開業当初の駅舎は、 木造平屋建ての建築物であったが、2000年2月に簡易な平屋建ての二代目駅舎に改築され、内部には待合所と業務用の倉庫がある。その他あたり駅にはホーム上に木造の待合所がある。身延駅管理の無人駅で自動券売機の設置はなく、切符の購入はできない。1日平均乗車人員は以下の通りとなっている。駅周辺は、 富士川沿いに田畑が開け、富士川に並行して走る県道10号に沿って小さな集落がある。富士川の対岸の富士川から少し入ったところに美野部町甲子沢という地域があり、国道52号や県道813号が通り、集落が点在している。しかし橋がないため当たり駅からの移動は不便である。ありがとうございます。